やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。貢献鉄でございます。今回はですね、ちょっと前に始まりました新シリーズ、メインのおかずでもない、これ添えてでもない、ちょうど間のおかずシリーズ、サッカーでいうと 1.5 列目的な存在なんですよとお話しさせていただいたシリーズなんですね。で、シリーズ名を大募集しまして、本当たくさんのご応募ありがとうございます。多かったのがスーパーサブシリーズ、サッカーつながりでっていうのも多かったんですが、僕一番今回これツボにはまったのがこちらの月とじさん、月とじさんプレゼンツ、やはりサッカーつながりでキングオカズという、サッカーといえばキングカズさんだろう、キングこのオカズって入る、クスッと笑える感じが最高につぼりまして、ただ私の 1.5 列目シリーズでいいんじゃないですかというお声も多かったので、これミックスさせていただきまして決まりました。こちらでございます。 1.5 列目だけどキングオカズシリーズという、ちょっと長いんですが、このように新シリーズ命名させていただきました。皆さん本当ご応募ありがとうございます。で、月とじさんにはうちのチームの仲間たち、まあ、メロス君かハムカーさんかシャーク君か、まあ、どれかお送りしますので可愛がってやってください。ぜひご住所教えていただければお送りします。ということで今回ちくわ使います。そして旬のナスを使いました。ナスちくわ煮でございます。では早速作っていきたいと思います。まずナス、いつも私やるようにヘタはちょっとささがきのように捨てる部分が少なくて済みますよということで、このようにします。でからですね、これ味を染み込みやすくするためにちょっと立ててですね、このまま切り込みをさ回転させて数箇所好きな本数バーッと切り込み入れていってください。このようにざっとね、切り込み入れることによって味が入りやすくなります。で半分に切る、こんな感じにします。同様にやっていきましょう。はい、もうちくわですね、だいたいうちの近所のちくわがもう4本セットで売ってまして、もうこれ使い切っちゃう。切り方は超簡単、やっぱこれですよ。食べ応えもある、なんか可愛い。半分、斜め半分に切ります。ではいよいよ加熱していきたいと思います。ごま油、まず大事なのが皮目にしっかり油を絡めるということ、これすごく大事です。まずですね、油を全体にさっと絡めます。まずね、ちょっと油でコーティングするんですよね。ちょっと油をまとわせます。しっかりさーっと全体に絡める、これ大事なんですよ。まずほら色つやきれいになるでしょ。油をしっかりまとわせましたら、皮目を下にしまして、で皮目を下にしてですね、ちくわも入れます。非常に今回食べ応えがあるキングおかずでございますよ。このようにしまして蓋をしてちょっと蒸し焼きのような感じにしていきましょう。よっしゃ、いい感じになってきました。 2,3 分やりました。オープン。もうね、この短時間でほらちょっともうトロッと感が出てきてるんですよ。柔らかく、そして色が綺麗でしょ。これいい色、これとかも。ちくわもね、すごくやっぱうまみが出るので香ばしさが出ます。焼くと、もうここでもう調味料入れちゃう。お砂糖、お醤油、
お水、もう一気に全部入れちゃう、常備調味料アンドおかか、これで煮ていくとさらにうまみが出ますよ。でざっと全体絡めましたら、でちくわからもね、いいお出汁が出るわけですよ、うまみが。このまま蓋をしてさらに蒸し煮にしていくと。でですね、今回は焼く時も蓋をして蒸し焼きで、調味料を入れてからも蒸し煮にすることによって、あのナスの切り込みを入れた断面からしっかり味が入っていって、最後はとろっとなると、この食感がいいんですよね。そしてこのちくわのうまみと、あとちょっとボリューム感も出るという、このままじゃ煮ていきましょうね。で途中ね、こうちょっとゆすりながら味が馴染むように煮てほしいんです。さあいい感じになりました。ちょっとこの薄く透けるちくわ見てもらったら分かるんですけど、これ倍ぐらいに膨れてるんですよね。これがひぎちくわの膨張でございます。いいですか。ただこれ蓋を開けたら元に戻っちゃうという瞬間芸があるんですよ。これもう一瞬一瞬だから見ててくださいね。まず蓋を開けた時にちくわの大きさを驚いていただいて、またヒュッと戻る、なんか情けなさも見てくださいね。いきますよ、オープン。わっ、おー、そんなにくま、あのほらめっちゃ戻ったでしょこれ。おいしそうね、味しみで、これは OK。 はい、じゃあ盛り付けましょう。これ本当にお茄子がもうこれ短時間でくたくたになってるので気をつけてください。ほらもうトロントロンなんですよこれ、茄子が。ほれほれほれ、あとちくわももう柔らかく、これ最高ですよ。このね、すべてのうまみを吸った茄子、煮物あるあるなんですけど、これちょっと時間を置いて冷ますと美味しいんですよ。さらにとろっとなってですね、あとこれね、冷やしても美味しいんです、冷たくしても。だから本当にオプション発動で冷やしナスちくわにしてもらってもいいんですよね。あのそういう食べ方もできますので、ぜひ試してみてください。 OK。今日はせっかくなんで熱々のままいただこうかしら。ということで完成しました、新シリーズ 1.5 列目だけどキングおかずよりナスちくわ煮でございます。このトロトロ感最高だね。それではいただきます。もうなんかこれもビールだね。はあ、最高。いただきます。このとろとろ味しみのおナス。これも要注意よ。おっとっとっと。ちくわ。いただきます。ナスから、うん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 、もうね、口の中で消えてなくなるナス、とろー、じゅわー、すごいね、旨味を全部吸ってる。このトロトロ、あの短時間でできる、あのやっぱちょっと切り方と火の入れ方ね、これ大事。そしてちくわ、うーん、いい仕事してますわちくわもね。うん、まさにキングおかずの称号にふさわしい。でも 1.5 列目というちょっと控えめなね、
今後もこのシリーズどんどんご紹介していきたいと思いますので楽しみにしていてください。てな感じで最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。